レンタル。どうもゲストの皆様こんばんは、おだけんです。はい、早速このいい曲とともにね、そういうローポリの感じがマッチしてますが、でですね、こちらどういうホラーゲームかって言いますと、主人公一家が見知らぬ土地で家を借りることの危険性を得たホラーゲーム、アドベンチャーホラーゲームだね。レンタル、遊んでいこうかなと思います。うん、すごいね、曲めちゃくちゃ好きかもこれ。うん、なんか癒し要素みたいなあるのかな。はい、では参りましょうか。夏の山小屋を舞台にしたらしいね。うん、あ、可愛らしいねキャラクター。うん、でちなみにこの主人公は海ちゃんっていう名前らしいね。はい、海ちゃんか、これは家族かな。うん、これとか言っちゃったね。それでは行きましょうか。うん、この車に乗ってきたんだよな。うん、海ちゃん海ちゃんの首がはい、うん、スズキキャリー、これ昔の車の名前かな。メーカーありますよね、スズキ。この車で引っ越ししてきたの。あ、左側にあるね、お家っぽいところが。この人はお母さんかな、リボンっぽいもん。お父さんだね、なるほど、蝶ネクタイか。うん、どうだい、あ、なるほど、これこの家どうだいみたいな、いいだろうっていう風に聞いてきてんのかな、お父さん。うん、他はこれ何回か開けれない。うん、耳を澄ましてごらんって言ってるのかな、聞こえるだろう海の音が。あー、いいね、セリフが素敵かもこのゲーム。うん、あ、海ちゃん聞こえないのか、なんで。めっちゃ聞こえるけどね、カモメの鳴き声が。じゃあお次はこれ妹ちゃんかな、弟くんかな。うん、あ、弟くんかな。はい、僕と一緒に遊びたいの。あ、セリフやっぱ可愛いね海ちゃん。 No、 冷たいなすげえ、手つないでる、よかった。寂切った兄弟かなと思ったけど、はい、弟くんもこれまた別のセリフがあるんだね。うん、はい、仲悪いのかな、やっぱ年頃っぽいもんねこの二人。弟のなんかグイグイ感がちょうど家になるような年なのかな。この方がお母さんかな。はい、うん、車の中、あ、うん、左側のうちのことか。お家のドアが開いたから、うん、レンタルマンっていう風に書いてあったから貸し主かな、貸し主がもういるかっていう風に言ってんのかな。はい、クッチューチェックホーム。うん、車から荷物を下ろしてる間に中にその貸し主がいるかどうか確認しろって言ってるのかな、お母さん。家の中に貸し主がいるからその人から鍵をもらうってことね。ワットアナイスバケーション、うん、いい休暇になりそうね。はい、あ、終わったね。ではセリフはもう、うん、一緒だね、やっぱこういうのは大体2回だよね。うん、繰り返されるんだね。あ、違う、うん、あれ、これお母さん、あ、お母さんのセリフだね。さあまた新たなセリフが見れたとこで行きましょう。あ、開いてるね、ほんとだ。このお家新しいお家なの。お邪魔します。え、閉じ込められた。うん、なんだろうね、誰にやられたんだろうね。弟かな、冷たくしたから。そういうパターンあるかもね。まあ、ただこれホラーゲームなんでどうなるかな。うん、はい、なんかこう調べ物をしていくホラーゲームなのかな。うん、おお、なるほど。ちょっとか、あ、かわいい、カメラアングルがバイオ的な感じなのかな。ここは、すり抜けたの、お前これは、うん、はてな。はい、これあれだね、なるほど、なんか調べたとしてもまず貸主を見つけてからじゃないと調べられないかな。全部同じセリフだもんね。はい、貸主どこ、ここの家主ってことだよね。どこだどこだ、いらっしゃる。おお、広いね結構。はい、うん、一緒だね。レンタルマンを探すまで。あ、いる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 、レンタルマンこの人を探し終わるまでは、あの、今のセリフがずっと出続けんだね。うん、はい、君外から来たの。そうだよ、これこのレンタルマンだけど、貸主はまだ主人公たちが来たのを分かってないのかな。気づいてないっぽいよね。うん、あ、閉じ込められてんの。何週間、いや何ヶ月か。この貸主ももうどれぐらいの期間ここにいるか分かってないっぽいね。うん、相当長い間ここに閉じ込められてるっぽい。なんで、うん、毎回、あ、そうだね、お母さんに鍵をお願いされてるから、もう己の人道を今貫き通してるね
貸主に何が起きたかはもうどうでもいい、私は鍵を回収したいみたいな、そんな感じで自分の任務を全うしてます。うん。待って、これお父さんお母さん家族にもう二度と会えないから忘れなさいって言ってる。怖っ。こんな純粋で無垢な女の子に何言ってんのお前。うん。もう二度と会えないだろうから忘れなさい。ただし、アンレス。ただし何？うん。なんか条件があるのかな？呪われた家なのここ。うん。カワースプレイス。この呪われた家から脱出するには儀式を行わなければならない。うん。儀式。なんでしょうね。儀式をすれば出れるのかな？ってことはやっぱ弟くんのいたずらで扉が閉まったとかではないんだね。やっぱ呪いか。That's it。それだけ。それだけで。Myself of Curse。貸主には、その儀式ができなかったのかな？失敗に終わったみたいな。はい。で、Just some help press。あ、なるほど。貸主だから助けることはできない。助けにはならないって言ってるのかな？うん。君は小さい女の子。他に誰ができるんだ？うん。愛。これ主人公、これから儀式を行うために何か調べ事をしていくんだろうね。うん。レンタルマン。あ、やっぱりそうだ。なんか見つけるんだね。うん。あと、工芸品を見つけていくって書いてあるのかな？アーティファクツ。はい。6個の十字架を見つけろって言ってるのかな？そんなある？呪われた家だからか。うん。あ、うん。あ、え？バーの後ろにいる女の人。え、これ今、海ちゃんの後ろにいんの？ん？はい。アングリーマン。No, not me。怒っている男。違う、私じゃない。何言ってんのお前さっきから。イカれてんな。うん。3本のキャンドルが必要。はい。それ、消えた！え？どこ行っちゃったの？あられた。うん。レンタルマン。ちょっと待って。君は知ってると思うけど。何よ？うん。あ、秘密の部屋がこの家にある。秘密の部屋。うん。そこに、あれかな。ああ、なるほど。ぽいね。そこに、そのキャンドル3本と十字架6個持っていくのかな？うん。グッドラックじゃないよ。また消えた。なんなの今の貸し出しに。みーちゃんびっくりしてるよ。うん。ハテナマーク。うん。さあ、隠れる？うん。なんか追われたらここに隠れるみたいな感じの、あんのかな？はい。あ、全部調べられるわ。うん、大きなベッドがある。ここ、うん。困ったよね。お？鍵。秘密の部屋の鍵かな？どこの鍵だろう？いろいろね、物調べできますが、砂嵐が映ってね。どうすんのこっちか。ああ、先ほどの場所ね。うん。バーの後ろの女性って何？どこにいたの？ん？これは。ああ、絵を手にしましたね。うん。あ、これか！アングリーマン。怒っている人。じゃあ私じゃないって貸主が言ってたよね。ここは？うん。あ、窓じゃないんだ。なるほど。昼寝してる場合じゃないって言ってるね。ベッドを調べたカウントなのかな、今の。うん。はい。ここにお父さんの服を入れるのかな？さあ、ここにもなんかある。うん。この取れるのかな？あ、これか。アングリーマン。はい。さあ、回収しないんだね。他には。うん。もともと4人家族だったのかな？それとも主人公たちが来るからこういう用意がされてんの？うん。同じだよね、4人家族。他には。はい。調べられる。あ、冷蔵庫あるよ。うん。はい。アイテムらしいものはないね。ここは。カップとお皿がある。はい。あと、あ、なるほど。手が届かないから、なんか、台を持ってくるみたいなのありましたね、今。
うん、やっぱそうだね。食器台に何かがあるっぽいから、台らしきものを、これでいいんじゃない？あ、違うのか。うん。いけるだろう。うんちゃん頑張ろ、これ。無理かな。もっとだけ脚立みたいなのが必要なのかな。はい。この手前は？なんかあるか。ないか。うん。はい。では参りましょう。他は、こういったっけ？あ、こう、あれか。どうすんの？こっち側？うん。お手洗い場があって、うん。はい。カップ、ん？あ、ここにもなんかあんの？うん。こっち行くとどうなる？おお、あー、なるほど。戻ってくんのね。はいはい。ではでは。あ、これは？あ、これだ。あ、十字架なんだ。これてっきり椅子かと思ったんだけど。うん。これ。これは？これいいんだ。ちょっと。めっちゃ低いじゃん。なるほど。さっきのリビングにあった椅子だと高すぎんのかな？うん。想像以上になんか、低かったね。脚立かなと思ってたから。はい。なんでこれ、デコ照らされてんの、今。で、こっち行って、あ、これじゃねえわ。あ、てか、もう一個あったよな。バスルームに、台を使えそうな。なるほど。怖い感じがする。え？何を人にも。ここは？うん。これで、椅子、あ、来た。あ、でもなんもないのかな。うん。なんもないね。じゃあさっきの食器棚行きましょうか。さあさあさあ、ここだよね。いけるかな？はい。あー、取れましたね。なるほど。さっきの十字架一本目どうで手にしたの？あれ謎だよね。一番奥っこの部屋行く？ここは寝室だよね。お父さんの部屋っぽいところ。これ何？え？何なの今の。怖いな。これから何か来んのかな。うん。ん？これ何本当に。これは？うん。パーツ。はい。絵を回収しました。さあ、どんどん回収してくわよ。さあ、こっち行けないんだ。これ何よ。なんか見られてる感じがすんのかな。嫌な感じだって言ってましたもんね。さあ、これ、順番で手にすることはできる？無理か。先ほどと一緒だね。うん。ここは来たから。はい。これは、ああ浮いてるんだ。なるほどね。ちょ、遠近感がわかんなかったね。謎の力で浮いてるわ。いる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 、右側にいる。向いたね、海ちゃん。今こっち側にいたからさ、スーって見たよね、海ちゃんも。これ何？調べると出てくるね。うん。何なんでしょう。あ、もう出てこない。何回か拝めようかなと思ったんだけど。もうちょっとこんくらいから調べられない？無理か。うん。他は？他ないか。うん、基本的にこれイベントが起こる場所はハテナマークが出てるから、他は調べなくてもいいのか。これ何？うん。乗るな。なんもないか。うん。お、見つけた！はい。ろうそく1本目。あと2本だよね。ここはなんもないか。では。あ、これもんじゃない？はい。あ、これ取らないんだ。ではでは。手前側？あ、ここなんかあったよね。お、開けたね。はい。なんで分けたの？一本のろうそくと二本のろうそく、なんでこんな分けた場所に入れたの？怖っ。はい。ろうそく三本集まりましたよ。十字架があと、目の前になんかいるぞ。な、若干海ちゃんにも似てなかった？背が高めのうさぎのシルエットだったよね、今。どう言っちゃったんだろう。いるいるいる、また。誰あれ？
他はどこだろう。またどんどん棚を上げていくのかな。もう一回見ていくか。うん、ないもんね。違うね。うん、他はどこにあるんだ。はい、こっち側はここだ。どこにいるこれ。うん、毎回映ってるのかな。ここは、あ、待って、これ右側見てねえわ。これねえわ。テレビの下の台とかは、これ無理か。むむむむむむ、トイレの中とか、これないか。ここもないもんね。はい、何も入ってません。お風呂の中は、うん、ないね。ここは、お、水が出た。でも変わりなし。はい、どこにいるの。あ、後ろからいるね。遠目からでも現れるんだね。はい、こっち違うもんな、女性の絵。ん、むむむむむむ、お、左上にいますね。何を伝えてんだろうね、今の霊は。出してくれー、俺をこのお家から出してくれ。無理か。ん、行ける場所がもうないぞ。おや、あれ、これ来てないな。あったわ。これは、え、調べたらまた怖くなったよ。うん、はい、あー、手にしたね。何を手にしたの今。で、お、なるほど、引き出しの中にあった鍵をこう使ったのね、今。したら、このクロスが手に入りました。はい。これで、てか、アイテムなんてないのかな？ないっぽいね。うん。昼寝をしてる場合じゃない。さあ、お次はどうするのかな？あれ？ちょっと待ってよ。ここ扉なかったよな。あれ？あれ？秘密の部屋ってこと？うー、なこれ？奥に何かいる。海ちゃん？え、なんで海ちゃんなの？ん？あ、鏡か。なるほど。うん、怖っ。カメラ目線が過ぎる。海ちゃん、海ちゃん、しかもネックレスつけてる。さっきついてなかったよね。はい。十字架をひたすら集めたら、ああいう風にネックレス化すんのかな。うん。あ、迷宮だわ、これ。どうすんの？ひたすら進めばいいのかな。はい。こんな感じで。入り組んでんな、なんだこの秘密の部屋。どうすんの？向こうからこれ。また十字架あるよ。はい。これは、ハテナになってるね。うん。手にしました。現世のあのお家、呪われたお家で3本、ここの迷宮で3本あるのかな？多分そうでしょうね。では、ここは？ありそう。あ、行き止まりか？行き止まりだね。うん。一応確認。なんもないよね。ないないない。あー、これ反射して2人になってる。ないので、後ろ側は？あ、鏡だね。ん？いけるな。あ、いけねえな。じゃあ戻りましょう。どっち側だったっけ？あれ？迷ったな。どうしよう。あ、でも。あ、こっちか。はい。左側もいけるか？こっちはいけないね。では、ここだ。どうなる？あ、ある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 。反射してるね。はい。これか。うん。あと一個。あと一個一個。広いね。この後何が起こるのかしら？どこ行けんの？どん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 奥進んでるけど。あれ？また行き止まりじゃない？これ。うん。あれれれれれ。ないか。うん、ないね。あれ？他でも行けないよな。どっか分岐点あった？じゃあまた戻りましょう。でも、この秘密の部屋に入った瞬間とかもそうだけど、
どんどん扉が増えていくのかもしれないね。そう、行ける道が増えるというか、ここもそうなってんのかな。行き止まりか。一回最初あたりに戻ってみるか。よいしょ。果たして戻れてるのかわかんないけど。どうだどうだ。あれ、でもこれ来たよな。行き止まりだよね。うん。こっち側ではないから、また鏡に反射して映んねえかな。もう一個分岐点があったから、そこ行きましょう。こっちじゃねえ。こっちか。あった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 。運よくこれもしたね。これが最後かな？うん。ラストワン。で？どうすんだよ。うん。このまままっすぐ進むのか。うん？あった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 。うん。この扉の前に、こっちは？あ、でもなんか、変な方向に行っちゃいそうだな。道を確認するか。あ、行き止まりかな？うん。行き止まりでした。では。秘密の部屋の扉の向こうはどうなってんの？うん。ここの鍵、あ、大丈夫なんだね。鍵はなしで入る。はい？ね、ここ。うん。なんだろう。なんか怖いんだけども、すごい不気味なんだけど、すごい独特な美しさがあるよね、このホラーゲーム。いい音するし。うん。これは？ん？あ、置いた！はい。あ、どんどん置いていくのね。うん。これは？これなんだろう。これは儀式する場所なのかな？秘密の部屋の向こうか、なんかいない？ほら。重なってるよ。はい。置いていきましょう。円を描いてんのか。うん。で、あ、全部集まったっぽいね。11個並べましたが、どうすんの？うん。やっぱりそうだ、儀式始めるのか。で、主題文せ、なんて言ったらいいかわからないが、あの役立たずは消えてしまった。うん。オッケー。ここでは何も起きない。ピリカ、ピリララ、海ちゃん ポポリナ、ペペレド、お邪魔じゃや。海ちゃん、海ちゃん、あれなの、ドレミちゃんの慣れの果てみたいな。なるほど。プワプワプーの慣れの果ても来るかな。なんか揺れてるよ。え？何これなんで、あの呪文でこんな強力になったの？あ、待って、上っ側にさ、ウサギのシルエットまた映ってる。え？何起きんの？おいおい、戻った。え？なんでこれ戻ってくれたの？儀式良くなったから、呪いの家から脱出できたのかな？うん、お母さんが海ちゃんに話しかけてますね。海ちゃん、てんてんてん。うん。貸し出し人はまだ来てない。うん、段ボールを開けていくかみたいな話してんのかな。てかこれさ、弟くんしてんじゃない？海ちゃん、てんてんてん。うん。オーネバーマインド。ザドーイズ。あ、ちょっと待って。これ繰り返されてるな。やっぱそうだよ、これ。一番最初の冒頭部分の弟くんの視点になってる。またこれ扉開いたところのお家を確認してきてもらってもいいっていうふうにお母さんにお願いされてるね。うん。あ、海ちゃん。待って、表情変わった。え？お家の中は確認しなくてもいいと思う。え、終わった！これあれか。多分そうだ。あの、主人公のさ、目、今初めて買ったじゃん。レンタルマンと同じ表情してたよね。で、なんでそういう風に思ったかっていうと、これさ、儀式を行ったから、海ちゃんにあの、レンタルマンが乗り移ったんじゃないの？え？どうだろう？あ、終わったね。あー、ちょっと待って、これ。そういうことか。これタイトル回収してるレンタル。鳥肌立ったな、今。そういうことか。なるほど、すげえわ、このゲーム。結論から言うと、これね、貸し出し人ことレンタルマンは、海ちゃんの体レンタルしてるわ。借りてるよね、借りるな。いや、絶対そう。点と点がいろいろ結ばれるもん、これ。うん。そうだよ、レンタル。あの、貸し出し人は多分さ、悪魔とか死神とかそういう類で、ああいう純粋な、
引っ越し者かな、引っ越し者か旅行者だと思うんだけど、そう、旅行に来た人たちの体をレンタルしては現世で生きながらえてるっていう物語なんじゃないのこれ。怖っ。多分そうだよ。俺もう今めっちゃ鳥肌立ってるもん。もう鳥肌立ちすぎて飛べそう。そういうことね。なるほど、世知辛いわこの世の中は。そういう次元じゃないよねこれ。マジか。純粋な心を利用した悪魔がこの世界に来てしまったっていう物語か。辛いな。まあでも相当ホラーしましたね。そう、これね、今海外で相当ねレビューが好評で、どういう感じのゲームなんだろうって思ってたんだけど、こういう良さがあるんだね。あ、ちょっと待って、しかもあれ、お母さんにお家を確認してこようみたいな感じ言われたら、あそこはもう確認しなくていいっていう風に海ちゃん言ったよね、あのレンタルマンっぽい目で。あー、これあれか、海ちゃんの体をさ乗っ取ってるから、もう死神にとってのもうあそこには用はないっていう意思表示なのかな。はい、ということで皆様どう感じましたか。ちょ、これ僕の憶測なんで、あの完全に一致してるか分かんないけど、でもまあおおよそは合ってんじゃないかな。え、ちょっと待って、あれからね、あの別エンディングとか他の隠し要素あるかなと思ってやってたらあったわ。これ何がトリガーなのか分かんないんだけど、はい、うんちゃん聞いたら、これさっきと一緒だね。あ、でもこのセリフは違う。海の方で霧が出始めてるっていう風にあるけど、それを見たって言ってるのかこれ。うん、お母さんもうすぐで着くわよ。海ちゃんまたあの表情だ。終わった。プワプワプーだ。ちょっと待って、どういうこと。え、あれはあの家に向かってる最中、あの先ほどのさ貸出人のお家に向かってる最中の車の中ってこと。元の時間軸に戻ったかなって思わせぶりやがって。でもさっきのエンディングもそうだよね。元の時間軸かなと思わせて、実はあの貸出人こと死神っぽい人が乗り移ってるっていうパターンなんじゃないのこのゲームは。うん、だとしたら両方ともメタメタにバッドやん。煽ったわ、レンタル。ちょっと待って、マジでどういうこと。うん、今回もあの儀式の終わりにウサギっぽい、そう、長身のウサギのシルエットが見えましたけども、あれも何なんだろうね。終わりの時もさ一瞬映ったけど。あとこれ2本のエンディングを見て思ったのが、毎回弟くんの目線なんだよね。ご両親視点でもいいはずなのに、毎回弟くんの視点なのがねすごい引っかかるんだよな。うん、やっぱ主人公海ちゃんもそうだけど、子供たちにしか見えない世界っていうことなのかな。そう、おそらくレンタルマンも大人には見えないような存在というか、だけど毎回弟くんの視点で終わるってことは、弟くんだけはあの海ちゃんの変化というか、あのレンタルマンの存在に気づいてたのかもね。弟くんも見えてたんだよ、これや。はい、皆様こちらのホラーゲームどう思いました。多分これ全部エンディング回収したんじゃないかな。はい、この動画、このゲームがちょっとでもねと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いできればね。最後の最後で興奮のあまり僕語出ちゃいましたね。はい、チャンネル登録お願いします。あと5000人で100万人まで。それもやばくない？怖っ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。